セガーレ、はい。これね、サイトのお店に来ました。なんて言っちゃうせーの、ジェラート、ジェラート、デカンテ。プラッサレガンプラッサレガンテ。はい。こういうなんか給料の打ち合わせとかが今増えてるね。昨日もかかりそうだろうじゃん。店員いらないでしょ。ロボットでいいじゃん。だったってなったらだったらいいじゃん。で、これ飲み物は水かルイボスティーかマスカットティーをセルフで飲んでいきます。これはレモネードソーダとハチミツのソーダです。デザートを除く料理一皿のお値段が700円以上なので、で、ドリンクをお一人様一杯と無料です。700円以上の品物一つで一人一杯。これ何だ、蜂蜜の蜂蜜ティーソーダ。蜂蜜ティーソーダ混ぜて、いや、混ぜてくれてるだろう。レモネードソーダ。味噌ドリンクもさ、150円のから300円までいろいろあってさ、それなら300円の方がお得だな。まあね、あ、うまいうまい。300円のとこしかないから、うん、うまい。ちょっと飲めない。飲めない。うまいわ。どんな味？ん？蜂蜜。あ、すっぱ。僕は人民地大好き。え、こっちはうまい。え、飲んでないわ。飲んでない。こっちも。はい。で、で、来ました。来ました、来ました。パスタ来ました。揚げナスとトマトのパスタと。で、ハーフ&ハーフ、キノコとマルゲリータですね。はい。さて、美味しいでしょうか、どうでしょうか。中で食べてみます。インスタフォローしたら気になるということで、はい、はい、飛ばしそうな感じで怖いね。白着てたんだな。私ゴールデンウィーク最終日に最終日じゃない、最終日。テニスこいつ飯食ってます。そんなカロリー高いもん。朝はもう合ってないよ。テニスカロリー高いもん。意味わかりますか。これはやばいです。グボキグボキグボキ、これだ感じです。うるさい、トレーニングしてる。はい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 、はい、じゃあ切りました。はい、切れたよ。待って、鳥ネス、鳥ネスめっちゃでかい。めっちゃでかいの。食べます、チキン南蛮か。めっちゃでかい。そう、いただきます。すごいじゃん。麺がもちもち。上手に切ったね。結構な。何が？だってピザ職人。すごいね。え、言ったじゃん。ナポリで。超上手切るの。ナポリで修行してきたと。ほら。フリーハンドでこれだよ。さっき定規で測って切ってましたけど。ピザ食べた方がいいんじゃない？チーズ。そう。ナスビめっちゃでかい。うんうん。うん。なんかナスって感じ。ナスビ。うどんや。
うまいのあり。いや、ピザ、え、なに？もう釜で焼いてるって感じじゃん。下が焦げてる感じ。うん。うん。でもピザはさ、どこもさ、そんなに変わらないよ。ピザまずかったら終わってるよ。釜で焼いてるし。ピザはうまいところしか食いに行ってないもんって。だこれが普通のピザのレベルだから、これ以上落ちてるピザ屋ってやばいと思う。普通に美味しい。サンフリーチェに行こうとして、ピザは今日はありませんって言われて、念のため電話したらピザありません、パスタしか提供できませんって言われて、耳はもちもち、駐車場それなら日本側の料理2000円だから、あカプリチョーだな、カプリチョーだもうまい、ニンニクのね庶民派食べたいな。めっちゃ量あるもん。みんな食べてる人。それすごいよ。びっくりする。みんな1600円。1600円。あれをめっちゃ食いたいな。
だってセアプロの人が飲んでるごちそうごちそうさまでしたあ、ごちそうさまでしたなきバカかはい、はい、それに対抗してなんか声変わってるけど大丈夫？声変わってるそんなんだけどなんか食べ過ぎたみたいな気持ちよくねえこうやってカロリー摂取してるはい、ごちそうさまでした運動がダメになったと思われたそこのあなた、あなたあなた今見てるあなたはい、チャンネル登録そして高評価ボタンをお願いします去年はチャンネル登録者71人です71からなかなか伸びないし違う71位になって69とかになってそこ行ったり来たりそう行ったり来たりですよね普通の会社員がさそんな上げれるっていうか俺の動画見てもらっていいあのテロップがさすごい細かいじゃないあれ面白いんだよこいつの話聞いたりとかそこをちゃんと評価してでも最初のなんか写真とかちょっとうざいよねいるよねあれね動画だけだったら分かんないからこんな場面ありますこんな場面ありますよって必要だったと思いますだからこのパターンを知る人ってあんまりいないよねそうかっていうと一本の動画にまとめてそんなできるわけないじゃない何時間だったっけなんかばっかじゃないあれあげるのになんか半年ぐらいかかってるテロップ大変なの分かるみんな確かに出てみんなもういいやつあるんでじゃあ一回チャンネル登録してないとチャンネル登録外すなって話だよね不思議だわ大体のさ YouTube の人ってさなんか炎上しないようにとか言葉選んでるじゃない例えばさ借金とかちょっとさ暴言吐いたらさすっごい叩かれるけどあんなもんないよな基本関西暴言吐いてるんだから、ね、分かるそこで炎上させようと思ってたらで こんな風に言うのかよっていうところを見てほしいですなんかチャンネル登録お願いします多分されないよなこれ減るんじゃない減るんとか減ったらいいよお金でチャンネル登録しちゃったあのライブ配信もやって皆さんのおかげでできるようになりましたまたいろんな旅行に行った時はライブ配信しますのではいまた見てくださいね以上です、はいいい、うん、あ、はい。ああ、どうなの？はあ。何時に入った？これ。それわかんない。あ、最初に撮ったやつわかんない。うん、美味しかったですよ、皆さん。